卒業後もバラエティ番組を中心に恥さえすれば誰でもできる汚れ芸を武器に活躍されてたこともある酸素井手良京こと西野美紀さんに私から卒業証書を送りたいと思います。井手良京、井手良京と一緒なんだ。 AKB48 時代については渡辺真由に似ていたことから第二の真由にと言われていたこと以上のことは何も知らないため割愛させていただきます。三年しなったとか、竹さんっぽいね、もうちょっとあるって。さて、卒業してからの西野さんは AKB48 という大きな後ろ盾を失い泣かず飛ばずの日々でしたが、しくじり先生俺みたいになるなで過激な暴露でゲロを吐くことを炎上することに成功し、その後も炎上とシャブは癖になるというよく言ったもので、タバコをインターをぶつ呼ばわりしたり、左を見つけたら着火、大なり小なり炎上を繰り返す日々を過ごすのでした。そして炎上処方がガス欠となり、数年が経った昨年ご結婚されます。そんなこと